こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、ちょっといつもとは違った環境で皆さんに動画をお届けしたいなというふうに思っていまして、まあ、ちょっとね、いろいろ実験している最中なんですね。こちらはですね、僕の PC の上にですね、ウェブカメラを乗っけて、そちらからちょっとですね、撮影をしている形になるんですが、今回はですね、僕のこの PC 画面を共有しながら、今まさにですね、買うべき服というのをどんどんですね、皆さんになるべくリアルタイムでお伝えしてみたいなというふうに思ってます。題してスタイリストのおすすめ冬服10選というテーマで今回は動画をお届けしてみたいなというふうに思っております。僕はですね、この YouTube チャンネルとはまた別に一つチャンネルを運営してまして、それが有料制の YouTube チャンネルなんですが、まあ、メンバーシップチャンネルというものを運営してるんですね。まあ、そちらの方ではですね、結構このスタイルでお届けすることが多いんですね。あえて編集などはしないで、撮影してその日のうちにですね、そのまま動画を出すみたいなことをやってるんですね。通常皆さんが見ていただいている YouTube って、基本的には撮影してから編集して、まあ、実際にこうアップロードをするまでにですね、タイムラグがですね、7日から10日ぐらいあるんですね。しかも結構編集している状態なので、だいぶですね、雰囲気は違うかなと思うんですね。しかもメンバーシップだとかなりラフな形でお届けしているので、まあ、今回はですね、その雰囲気も皆さんにお伝えできればなと思っていますので、この形式で、まあ、メンバーシップではこんな感じでやってますよという形でですね、僕の本当にお勧めできるアイテムをどんどんですね、リアルにご紹介ができればなと思いますので、ぜひ気軽に最後までお付き合いいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説をしています。先ほどお伝えしたように、僕はメンバーシップというですね、有料チャンネルの方をやってまして、そちらの方はですね、だいたい今週4本ぐらいのペースで、平均でですね、20分から長い時は30分オーバーの動画をですね、どんどんお伝えしてるんですね。まあ、皆さんからコメントをたくさんいただきまして、そちらにもですね、結構お答えしていますので、まあ、気になる方はこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思ってます。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ね、今回はカットしないでそのまま行くのでですね、この形で続けていきたいなと思っているんですが、僕の方はですね、スルスルスルっとちっちゃくなってきます。はい、こんな感じで、まずはですね、ユニクロのサイトから見ていきたいなと思ってるんですね。まあ、僕もね、常日頃からユニクロのサイトおよび本当さまざまなセレクトショップの、まあ、サイトをチェックしてるんですね。なので、まあ、本当にいろんな商品見てるわけなんですが、まずはね、この YouTube チャンネルの中でも馴染みの深いユニクロから見ていきたいなと思ってるんですが、まあ、新作ラインナップとかもすごくいいんですけども、見ていきたいのはですね、やっぱりこうどんなものが安くなってるのか、ここはね、気になる方は多いかなと思うんですね。そこでちょっと見てみたいのが値下げ商品ですね。その中でもう本当にもうピンポイントで見ていきたいものがあって、それがですね、まずこれですね。はい、ウールブレンドオーバーサイズシャツジャケット12,900円ということで値下げしてるんですね。これはめちゃくちゃいいというかね、僕が今着てるのがまさにこれなんですね。色はですね、これダークグレー、08のダークグレーを着ているんですけども、これは今季のユニクロの中では一番気に入っていますし、まあ、年間通してね、どのユニクロが良かったのかっていうのはですね、また別動画でお届けしてみたいなと思ってるんですが、非常に完成度高いですね。これは本当に良くて、ユニクロじゃなくても買うだろうなっていうぐらいすごくいいですね。本当ね、プラス J のデザインというところで、まあ、洗練されているし、なおかつね、軽量でウールのね、質感上品に見えるので、ウールですよね。ちょっと素材改めて確認しますが、ですね、まあ、ウールブレンドのダブルフェイス素材を使用ということで、まあ、上品な雰囲気がですね、楽しめるようなシャツアウターになっていまして、まあ、最近はですね、この丈がそんなに長くないようなアウターっていうのが結構増えてるんですね。カバーオールみたいなものだとか、まあ、MA1 とかもそうですよね。まあ、冬になるとロング丈のコートっていうものがね、まあ、定番なんですけども、それだけじゃなくて、もっとこうなんだろうな、日頃生活する上ではこれぐらいの丈感、まあ、そんなに長すぎないものが足さばきがいいんですよね。なので僕もですね、こういったシャツアウター大好きでよく着るんですが、これがね、12,900円ということでかなりお買い得になっていますね。ちょっとね、ウェブの方でサイズはですね、だいぶ切れていまして、XS から M まではちょっと在庫がない状態で、 L、XL それ以上はあるんですけども、そこはですね、ウェブで買うのももちろんありなんですが、まあ、実店舗に行けばまだ在庫があるということ少なくないかなと思うんで、ぜひですね、まあ、できればダークグレーがいいですね。
僕はあまりに気に入っていてよく着ていたら、奥さんがですね同じものが欲しいということで XS をですね先週購入したんですね。なのでセールになってから買おうかなと買えばよかったなという後悔はちょっとあるんですが、まあ、安くなっちゃったらね一気に在庫がなくなったので、まあ、買っておいてよかったなというふうに思ってます。まあ、男性が着ても女性が着ても様になるのでこれは非常にいいのでぜひチェックしていただきたいですね。今ねこの映ってる状態ダークグレー深く映ってますけども僕のね目で見る限りは割とこの写真に近い感じですね。今この画像だと画像というか動画の画面だとやや明るく映ってますがもうちょっと濃い感じが実物の雰囲気かなと思いますね。内側にはですね、僕はパーカーなんか合わせちゃって、カジュアルにですね着こなすこともありますし、あとは内側ねこの写真のようにニットで合わせるのもいいかなと思うのですごく使いやすいですね。でブラックもいいですしネイビーはですねまあベーシックカラーで僕は大好きな色僕にとっては基本の色なんですけどもちょっと最近はこの黒ネイビーダークグレーだったらちょっとその3つの中ではちょっと元気がないというか少し今気分じゃないのかなっていう時に入ってると思っていまして個人的にはダークグレーがまあ旬でいいと思いますし、まあ、ベーシックなブラックもいいかなと思うのでこの2色で検討していただくとすごくいいと思いますね。はい、どんどん行きましょう。続いてですねフリースオーバーサイズジャケット、はい、これもですね大定番ですね。ちょっと前までは在庫がねもう全然なかった状態なんですが在庫が復活してなおかつ2990円ということでねこれはお買い得ですね。もうめちゃくちゃユニクロの中でも着たものですね。ユニクロとエンジニアのガーメンツじゃなくてホワイトマウンテニアリングのコラボレーションのモデルですね。まあ、すごくね、キャッチーなコレクションですごい良かったですよね。まあ、僕はあのハイブリッドダウンパーカーとあとこちらのフリースオーバーサイズジャケット買ってよく着ているんですけども今時期だとねちょっと一番外側のアウターとしてはややちょっとこう、まあ寒いかなっていう感じはしますがこちらのね画像にあるように内側にインナーダウンとかね差し込んでもらえばまだ今時期でも使えるかなと思いますしその内側にねソフトタッチのタートルネックのカットソーとか入れてもらえば割と今でもまだ着れるのかなというふうに思います。であとはですねこのフリースの上にロング丈のコートを着るみたいな着こなしもすればですねこれから先もまだ楽しんでいただけるかなと思うのでぜひねこれまだ SML、XL とありますので持っておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあちょっともうプラス J が発売されたりとかして、そこまでねこう話題性が高いようなアイテムではないんですけども本当にこれが使えるということは間違いないと思いますしフリースの中でこれぐらい凝ったデザインのものっていうのはかなり稀だと思うんで、すごくですねおすすめしやすいアイテムかなと思います。ぜひ皆さんチェックしてみてくださいというところで、まあ、このあたりはねオンラインも含めて、まあ、実店舗でもねまだ買えると思うのでチェックしていただきたいなと思うんですがこの2点ですねユニクロと、著名デザイナーとのコラボレーションラインっていうのが、まあ、ちょっと時間経つとやっぱりね値下げしてくるんですね。ハイブリッドダウンオーバーサイズパーカーもそうですね。これもね7990円までになってますね。これも僕もね毎朝着てますね。毎朝散歩してるんですよ。朝散歩してるんですよね。そのあたり年代が出ますね。はい、決して若すぎない世代ではあるんですけども、その際にね今ガンガン着てるのがハイブリッドダウンオーバーサイズパーカー。気温がだいたいね朝一だとすごい寒い5度以下になるんですけども、それでもですねしっかりとあったかいです。中フリースとか着てあげれば十分あったかいですし、まあ、ダウンの中でもねちょっとスポーティーな感じですごく仕上がりがいいので、今季のねユニクロのダウンの中では個人的にはこれすごく気に入っていていいかなと思います。色はダークグリーンとかネイビーありますが断然ブラックですね。これでまだサイズあるので8000円かすごいいいですね。本家のホワイトマウンテニアリングのダウンすごく好きで僕もねすごくチェックしていて今季どこかなステュディオスとコラボレーションしているステュディオス別注バージョンがあるのかな、その、ホワイトマウンテニアリングのダウンがかっこいいんですよ。多分この10倍ぐらいの価格します。8万円ぐらい、8万円でも多分ねそんなに高い感じがしなくて、ホワイトマウンテニアリングのマウンテンパーカーとかそういったものでも10万円超えのものたくさんあるのでダウンでね 7,8 万円っていうのはそんな高さを感じないんですけども、それもめちゃくちゃいいんだけども比較してこれ10分の1ぐらいの価格なので、まあこれはね買っておいて間違いがないかなと思いますね。まあ、デザイン的にはちょっとミリタリーベースっぽい感じなので、そんなにデザイン的に飛んでるものではないので、まあ今年買っておけば来年以降も使えるのでぜひチェックしていただければなというふうに思ってます。
はいっていう形で、まあ、ユニクロはこんな感じにしておきましょうか。でこんな感じでね、僕はブワーッと話すんですよ、メンバーシップで。多分いつもの YouTube のチャンネルと雰囲気違うと思うんですよね。僕のテンションは、やや低めにして、なおかつこうベラベラと喋るっていう感じがメンバーシップの僕のキャラクターなので、ちょっとキャラ分けしながらやってるので、この雰囲気も楽しんでいきたいなとは思うんですが、続いてはねナノユニバースですね。セレクトショップのオリジナルというところでは価格帯が少しですねお手頃になってくるかなと思います。僕の中の位置づけだと GU があって、まあデザイン性的にはちょっとトレンド感があって、その上にユニクロがあります。まあ、兄弟ブランドみたいな形ですよね。まあ、ユニクロの方がベーシックで価格帯はちょっと上がります。その上にあるのがグローバルワークっていうところで、まあ、グローバルワークもベーシックで定番的なものが多いんですが、トレンド感はやや強めになってくると。そしてグローバルワークの上に乗っかってくるのが、まあ、セレクトショップのオリジナルという価格帯です。でセレクトショップもジャンルとしては広くて、安いものから高いものまであるんですが、まあ、その中でも比較的買いやすいところというのが、まあ、ナノユニバースだとかアーバンリサーチだとか、僕が日頃からよくですね、コラボレーションさせていただいているグリーンレーベルとか、そういったところが、まあ、価格帯が買いやすいような感じになってくるんですね。で中価格帯ぐらいになってくるとエディフィスがあったり、ビューティー&ユースがあったり、あとはユナイテッドアローズ、トゥモローランドと、そのあたりがあるというような感じなんですね。はい、で今回は、まあ、ナノユニバースをねちょっと上げてみたいなと思うんですね。まあ、僕もねナノユニバース大好きで、学生時代ですね、本当に20歳前後ぐらいの時から、渋谷の店舗ですねよく行ってましたね。その頃からもう大好きなブランドだったんですけども、今僕はね30代後半という形になったんですけども、今でもね大人の男性が着るようなもの結構あったりするので、ぜひね僕ら世代もしくは若い世代とかもうちょっと上の世代でもベーシックで使いやすいものがたくさんありますので、チェックをしていただければなと思ってます。まあ、ナノユニバースとグリーンレベルっていうところで、まあ、なんか価格帯としては結構近いところはあるんですが、まあ、テイストとしてナノユニバースはこうシャープでちょっとこう男っぽい、まあ、色気があるって感じですかね。なんかちょっとこう着こなしにシャープさがあるような感じなんですよね。かっこいい感じにするというところで、グリーンレベルはもうちょっとこう親しみやすさとかラフさがあって、まあ、その点がねまた全然個性が違うんですよね。どちらもどちらで僕は素敵なブランドだと思うので、まあ、それぞれ魅力をお伝えしながらやっていきたいなと思うんですが、まあ、そんなナノユニバースの中からいろいろと見ていきたいなと思いますね。でちなみに今見ているのが楽天ファッションということで、まあ、こういったなんだろうな、まあ、オンラインサイトってたくさんあるんですよ。まあ、ナノユニバース一つにとってもいろんなところで取り扱いがあって、ナノユニバースの、実際のこうショップのオンラインサイトもあれば、あとは ZOZO でも展開してるし、あとはこの楽天ファッションでもやってるんですけども、まあ、このね3つどこで買うのが一番お手頃かというと、僕はもう楽天ファッションだと思ってるんですね。まあ、この楽天カードを持ってればっていうところではあるんですけども、ポイント還元率が結構えげつなく高いんですよね。例えば、このまあ、ダウンとかを見てみましょうか。この 41,580 円で、まあ、すでに 10% オフになってますね。その下に 6,648 ポイントってことで、このね、金額分が還元されるので、すごいですよね。なので、まあ、実質かなり、まあ、6,600 円分ぐらい安くなるってことで、3万5,000 円前後ですかになるようなイメージなので、すごいお買い得なんですよ。なので、まあ、いろんなショッピングモールありますが、個人的には楽天ファッションがすごく使いやすいかなと思うので、この中からご紹介をしたいなと思っています。でナノユニバースは結構ねダウンに力を入れているんですね。オリジナルのダウンセレクトショップ各社出しているんですが、その中でも西川ダウンといって布団の西川とコラボレーションを組んでやっているのが、まあ、ナノユニバースのダウンなんですけども、本当ねなんかもう代表的なナノユニバースのダウンがあって、もう定番でずっとやってきたものがあるんですけど、ここ数年はですねそのダウンがちょっとリリースされなくて、それ以外のですねバリエーション結構豊富になっていまして、このあたりもね結構かっこいいんですよね。まあ、ミリタリーベースのねアークティックダウンという形で、ちゃんとこうファーがついていて、まあ、男らしいようなねこういったダウンがですね、まあ、本当にね 46,200 円というところで決して安くはないんですが、こういったものをですね、まあ、某有名ブランドで買ったりすると、まあ、10万円を超えるっていうことが結構多いので、まあ、そういったことで言うと、まあ、4万円台で買えるというのはですねコストパフォーマンス質は非常に高いかなと思いますね。まあ、実物を見ましたが着丈もやや長めです。お尻がすっぽり隠れるぐらいの長さがあって大人っぽいですね。そしてこのファーが一つの、ね、アクセントになるので、これまたねすごくいいダウンかなと思いますね。
これが 41,580円というところで、まあ、通常のね丈の短いダウンはもう持ってるよという方にはですね、2着目以降ではすごくいいんじゃないかなと思いますね。こういった形で内側にこう白のバンドからシャツを入れて大人っぽくまとめるみたいなスタイリング、すごいかっこいいですね。やっぱりねこのスタイルなんですよね、ナノユニバースらしいなと思いますね。なんかこう男らしさがあってシャープでかっこいいっていう感じですね。なんか色もモノトーンで構成されているので、僕もこういったスタイリング大好きなので、まあ、ぜひね大人男性にもチェックしていただきたいような、お店かなと思います。その中でもこのダウン、アークティックダウンね、すごくいいんじゃないでしょうか。はい、まあね、他にもたくさんあるんですが、まあ、チェスターコートとかもねやっぱりナノユニバース得意ですよね。まあ、今のトレンド感のあるビッグシルエットとか緩めのサイズのダウンとかではなくて、あえてコンパクトのジャストサイズですね、自分のこの体型をより綺麗に見せるっていうところがやっぱりナノユニバースらしいなと思ってるんですね。でこのねコンパクトなメルトンのチェスターコートが、26,730円ということで、まあ、3万円切ってくるというところですごくいいんじゃないでしょうか。で色はですね、まあ、3色構成なんですけども、こういった、まあ、今はもうブラックもいいんですが、こういったチャコールっぽいような、グレーの濃いものみたいなものが、まあ、ちょっとこう都会的でいいんじゃないのかなというふうに思ってますね。かっこいいです。でブラックでねこうやって合わせる場合も、この着こなしなんてすごく素敵だなと思いますね。まあ、白系の丸首のニットの上にチェスターコート、ブラックとかネイビーを重ねて、ここは超オーソドックスなんですけども、そのボトムスをですねちょっと外しで、こういったカーゴパンツみたいなものを合わせるというスタイリング、こういったものってね最近はちょっと旬、おしゃれ上級者、中上級者の方の中ではよくやるんですね。でちょっと前もね、あのカーゴパンツ、今から何年ぐらいかな、4、5年ぐらい前にもうトレンドが来て、その時はまだこう全体的にシルエットが太いものよりは細いものが前世だったので、カーゴパンツはもともと太いんですけども、細めの現代っぽい、カーゴパンツみたいなものが今から 4,5 年前は流行ったんですね。もっと前かもしれないですね。僕もその時代には結構そういったものを持っていましたが、まあ、最近はですね本当にクラシックなカーゴパンツですね、太さちゃんと太さがあるようなものがちゃんとこう店頭にも並ぶようになってまして、上半身は割とコンパクトにまとめながらもボトムスで少しボリューム感出すみたいなスタイリング、これなんかもねすごくかっこいいなと思いますね。まあ、こんな具合でですね、結構僕は実際にねスタイリングとかの解説なんかもよくしてるんですよね。まあ、メンバーシップでねこんなことよくやってるので、よかったら見ていただければなというふうに思ってます。マシンガントークで失礼しますね。まあ、かなりですね伝えたいことがいっぱいありまして、ぐわーっと話すのがですね僕のこのメンバーシップのですね一つの特徴なんですが、はい、続いてこちらはですね同じくダウンなんですけども、これまたねシャープなデザインですね。表面にですねこうダウン特有のポコッポコッとしたような感じはなくて、こう平面でスラリとしたような感じで、素材感としてはソロテックスというね、この素材感もねすごくいいんですよ。あの表面がですね、まあ、微光沢があって上品に見えるようなこういったソロテックスの素材感を使ったダウンですね。まあ、これはどちらかというとマウンテンパーカーみたいなノリですね。ナイロンジャケットのマウンテンパーカーの中に、まあ、ダウンを仕込んだみたいなところで、まあ、スポーティーかつシャープな感じのダウンになっているので、これまたねすごくいいんじゃないのかなと思いますね。これがですね 37,620円というところで、これまたおすすめなんじゃないでしょうか。いいですね。チェスターコートもたくさんあります。はい、あとはですねこういったニット強いですね。まあ、ナノユニバースといったらこの毛玉レスニットとか、割と機能面をですね強めたものが多くてですね、これはですねモックネックということで、通常の丸首のニットよりもですね少しだけ襟が高くなっているんですね。ただタートルネックっていうところになると、やっぱり好き嫌いが分かれるところで、このねあの首が覆われてしまうのは僕はあんまり好きじゃないんですよね。っていうのもなんかこう違和感がずっとあるというか、感覚としてこう首に残ってしまうので、それよりはモックネック、普通のクルネックセーターよりはちょっと襟が高いんだけども、タートルネックよりはすっきりしてるというのがトレンド感もありながらも着やすいので、僕はいいかなと思ってるんですね。で毛玉レスニットということで、毛玉になりにくいという機能面すごく充実しているのも、まあ、ナノユニバースらしいなと思いますね。洗えるだとか毛玉がつきにくいだとか匂いがつきにくいみたいな、そういった機能面をちゃんと強く作っているのがナノユニバースの特徴ですね。
あと名前ですよね。ネーミングがやっぱうまいですよね。毛玉レスニットっていうね、このネーミングですごくなんか惹かれる部分があるかなと思うんですが、まあ、シルエットとしてはそんなにこう太いビッグシルエットではないです。ジャストサイズのものですごくね、まあ、使い勝手がいいですよね。単体で着てもいいし、この上にジャケットを着てもらったりだとかコートを着てもらってもいいんですね。まあ、コートを着る分にはニットをもっと大きくしちゃってもいいんですけども、上にジャケットを着るっていうことを想定するとあんまりですねルーズなシルエットじゃない方が使いやすいんですよね。これぐらいのタイプなものの方がジャケットとの収まりがいいので、様々な着こなし対応できるのがこれぐらいのサイズ感かなというふうに思ってます。8910円ということで 10% オフですね。これまたいいです。この写真のクレーめっちゃいいっすよね。だけどこれはもう売り切れてますかね。あ、 S と XL はまだあります。あとはね、やっぱりブラックですかね。ブラック使いやすいです。このブラックはね、ブラックにしてあげてボトムスをこういったグレー系にしてあげてモノトーンで作るっていうスタイルもすごくいいし、あとはボトムスを先ほどのようなオリーブ系のカーゴパンツと合わせてあげてもすごくバランスがいいかなと思いますし、あとはね、秋冬っぽさを出すという意味ではこのベージュみたいな色とか、あとはこれは何だろう、表記で言うとブラウンですね。ちょっとオレンジっぽさのあるようなブラウンっていうところで秋冬っぽさを出してボトムスでブラック敷き詰めるのもいいかなと思うので、これはねすごく使いやすいと思いますね。モックネックの襟も高すぎないのがいいかなと思うので、めちゃくちゃいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、こんな感じで今何分間話したんでしょうか。僕ほっといたらねこのままね30分40分50分1時間ぐらい平気で話してしまうんですが、このあたりにしておきましょうか。メンバーシップだともっと全然話してしまいますが、通常版の YouTube だということを忘れてしまっていますね。はい、続いてですね、今回はナノユニバースと対局にあるようなグリーンレベルですね。僕によっては馴染みのあるようなお店ですし、あとこのね YouTube チャンネルの中でもよくお伝えしているのがまさにグリーンレベルということで少しだけ触れてみたいと思っています。まずはねトップページに来ているのが、まあこういったねノースフェイスはすごく今勢いがありますね。マウンテンパーカーみたいなものもですね、すごくこういったセレクトショップでも、取り扱いがあります。定番のマウンテンライトジャケットですね。これはですね、まあ、今時期だとちょっと内側にねインナーダウンとか着ていただければまだまだ使えるかなと思いますね。まあ、デザイン自体はすごくシンプルなんですけども、その中にねノースフェイスのロゴも効いてますね。これがあるだけでなんとなくなんかおしゃれ感みたいな、休日のパパが着ただけである程度のブランド感っていうのを出せるのがノースフェイスかなと思うんですよね。で、その感じがもちろん好きっていう方もいらっしゃるし、あんまりねもうちょっとノースフェイスねいっぱい見るから着たくないって方もいらっしゃると思うんですよ。ただそういう場合はね、結構今アウトドアブランド様々なところが旬になってきて、まあアークテリクスもあるし、他にもねいろんなブランド、パタゴニアもありますし、もうほんとねあのアウトドアブランドたくさんあるので、その中から通なものをですねチョイスするのもいいかなと思うんですが、一般的にはやっぱりノースフェイス知名度があっていいかなと思うんですね。4万円前後ということで、こういったねセレクトも含めてバランスがいいのが、グリーンレベルの強みですね。あとこういったトートバッグね、レザー製のトートバッグで 13,200円で出してるっていうのはやっぱ強いですよね。まあ、あの僕の知っているこういったレザー製の使いやすいトートバッグの中では、まあ、最安値に近いかな。このあたりは、まあ、本当にね、オンオフともに使っていただけるビジネスカジュアルなんかでも使えるので、もう大定番ですね。すごくいいと思います。楽天で買えば2112ポイント還元ということで、すごくいいですね。安いというところで使いやすいんじゃないでしょうか。あとはね、先日僕がプレスルームにお邪魔してご紹介したこの辺りのねコート、これめちゃくちゃいいですよね。 15% オフになってますね。ですね、メルトンのチェスターコートということで、このね襟型がね、何でしょうね、ちょっとこうピークドラベルっぽい感じになっているんですよね。通常の襟型とはちょっと違って、この辺りに変化球があるというところ、そしてこのポケットのね、しっかり外付けじゃないや、こういったフラップがちゃんとあるような、ポケットが一つのアクセントになるようなもの、この辺りの、ね、腕のベルトなんかもいいですよね。まあ、ベーシックであるんだけども、ちょっとディティール凝ってるようなコートで、色味がね、とってもいいんですよね。で、色これがですね、ベージュのちょっと明るみのあるような感じもいいし、まあ、ブラックもいいんだけど、これは個人的にはベージュとか、あとこのね、グレー、ダークグレーがすごく良かったですね。これまた、ダークグレーの中でも少し明るみがあるんですね。まあ、濃すぎない形ですごく良かったので、この色なんかまだ、あるのはね絶対買いですね。これからの季節が本番だと思うんですよ。重ね着してあげれば全然できます。パーカーとか着てもらったり、ニット着てもらったり、モックネックのニットとかもいいと思うんですね。インナーダウンかませてあげたりしながら、これから真冬にかけて活躍するものが 15% オフ、これはいいと思いますね。はい、
もうこのあたりの、ね、コートも前回ご紹介しましたね。ちょこちょこ安くなってんですよね。もう12月に入るとちょこちょこなんかプレセール的な感じで値段が落ちてきてるものがあるんですよ。これが1月から本格的なセールが始まるんですけども、そこになったらもうみんな この時期セールだって分かってるので、もう殺到しちゃうので、もう在庫なくなっちゃうんですよ。なのでちょっとプレセールとか12月入ってからのこういったちょこちょこしたセールはもう超狙い目かなと思うんで、今のうちに買っておくのがいいかなと思いますね。まあ、ちなみにこういった形で僕はYouTube とかでお伝えすると結構ですね、早い段階で売り切れるので、早めに皆さんチェックしていただければなというふうに思っております。はい、あとはねこういったグラミチですね。グラミチもね別注でやってるんですよね。グリーンレベル、別注のポリウラフリーステーパードパンツということで、シルエットとしてはなんか今トレンド感のあるゆったりめではないんですよ。割とテーパード型の超定番的なものがグラミチのものには多いんですね。まあ、中ではちょっと ゆとりのあるものもあえてやってたりするんですが、まあ、綺麗な、シルエットになってて、だけどストレッチ感もあって履きやすいのがグラミチの良さではあるんですね。まあ、足がすごく綺麗に見えるというところ でこれどこがいいのかっていう とフリースなんですよね。内側がね肌触りめちゃくちゃ良くて、もう着ていて気持ちいいんですよね。これ見てください、この感じですよね。やっぱ秋冬、特に冬寒くなってきてから肌と触れる裏面の雰囲気次第で全然暖かさって変わるんですよね。僕 のユニクロのフリースなんかを、まあ、日頃からですね部屋着として着てるんですけども、僕半袖の T シャツのようにフリース着てるんですが、肌に直接フリースが触れるとやっぱりその肌触りが良くてなおかつ暖かいので、そういった点で、まあ、裏面の素材感ってすごく重要なので、これはねいいんじゃないかな。この別注もうサイズがですね S、 このブラックはないですが、ML、XL はまだありますのでチャンスですね。まあ、こういった形で上半身をダウンなんかで合わせてもらって、下をすっきりめのテーパードパンツで合わせるっていうのもいいですよね。まあ、さっきのねメルトンのコートとか、ベージュだとかあとはグレーとかで合わせてボトムスブラックで引き締めるっていうのはもう鉄板なので、シルエットも綺麗でこれは使いやすいんじゃないですかね。 14,300 円ということで要チェックです。あとはねこういったミディアムグレーとかもいいですね。なんかブラック系のコートとかネイビーのコートだったらちょっとボトムスブラックで、両方ともブラックにすると重たいなって感じるときにはこういったグレー系もいいと思いますね。なんかネイビーとグレーみたいなものっていうのもすごく相性がいいので、まあ、こういったところもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、秋っぽいブラウンですね。まあ、これもいいですね。なんかちょっとね定番的なグレーとかブラック持ってるよって方はこういったブラウンなんかもいいかなと思うので、まあ、これはね要チェックなんじゃないかなというふうにですね。はい、という形でですね、まだまだお伝えしたいものたくさんあるんですよ。マフラーもいいんですよね。これも前回の動画でお伝えしましたが、マフラーグリーンレベルはベーシックで使いやすくて素材感が良くてっていうものが多いので、このあたりもチェックしていただきたいところですが、はい、最後ねこのあたりのフリースもねすごく増えてるんですよね。先ほど一番最初にはホワイトマウンテニアリングとユニクロのコラボレーションやりましたが、体温っていうねこれまたちょっとツーなブランドというか、結構セレクトショップとねコラボレーションして今は多いんですけども、インナーダウンの、結構有名なブランド、ここはね最近商品展開増やしていまして、こういった、ツーウェイダウンボアリバーシブルジャケット、リバーシブルなんですね。これまた面白いですね。内側がインナーダウンっぽくなっていて、でこんな形で、まあ、2way で使えるというところでね、面白いっすよね。これウェブ限定でやってますので、よかったらチェックしていただければなと思います。なんだかんだでね僕両方使えるって言っても片方ばっかりになってしまうってことが多いんですよね。リバーシブル、このね表面のねこのフリースの感じかっこいいですよね。これ単体で見てもすごくかっこいいし、インナーダウン的にも使うことができるというところで、これもいいんじゃないかなというところで、お伝えをさせていただきましたとね。はい、という形でですね、結構長い時間お話ししましたので、この辺りにしたいなと思っているんですが、いつものねテンションと全然違いますよね。一切カットをしないでぐわっと話すんですよ。ユニクロのねライブステーションを見ていただいた方だとなんとなく想像つくかなと思うんですが、僕はですねほっとくとずっと喋り続ける男です。本当にね好きなファッションというジャンルであればもう言葉が溢れ出てくるので、この瞬間だけ IQ が上がるんですよね。もう日常生活の IQ はめちゃくちゃ低いんですけども、本当ぼーっとしてる男なんですけども、まあ、ファッションについて語り出すとですねもういくらでも話せるというテンションなんですが、まあ、こういった感じでですねメンバーシップではお届けしているので、その状態というか状況を皆さんに少しでもお伝えできればなという形で、今回はですねこういった動画をお届けさせていただきました。今回お伝えした動画に、アイテムに関してはこの動画の下の概要欄に、まあ、なるべくリンクを載せておきたいなと思ってるんですが、今たくさんやったので、まあ、どれぐらい
らいカバーできるのかはちょっと自分の中では確かではないんですが、そちらを確認しながらですね、気になるものがあったら、チェックをしてみるのもいいかなという形で思っております。はい、ということでですね、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。こんなに早口の大山氏を見るのは初めてかなと思うんですが、たまにはですね、こういったなんか違うことやりたいんですよね。いつものね、動画のフォーマットちょっと僕の中では飽きてきたんですよね。まあいろいろやってきたんですけど、まあ、僕は飽き性っていうところがあるので、まあ、来年2022年はですね、いろんな種類の動画トライアンドエラーを積み重ねていきたいなと思ってますので、皆さんの方でもコメントをどしどしいただきたいです。コメント欄見て僕結構刺激受けてるので、もうにぎやかにですね、書き込んでいただきたいと思いますし、こんな動画が欲しいだとか、こういったものをですね、聞いてみたいっていうのがあったら、質問も含めてどんどんいただければなというふうに思っております。はい、ということで以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。